毎週行ってんだけど、もうさ、ゆっくり買い物ってさ、ほとんどできなくてね。久々に行ったよ、銀座。楽しかったね。あ、ちなみに結婚指輪は銀座で買ってもらいました。皆さん、こんばんは。銀座に行ったりもするかしら。私も銀座にふさわしく、今日はこんなドレスやドレスで登場です。マリコさんも何買ってきたか、お楽しみね。ありがとう、バビさん。低いので高いところに乗せてます。ここの方がいいか。スワロ
すぐできない。あれどこだな。首が太くて、あれあれあれ、焦ると余計だって。あれちょっと待ってよ。あ、できたできた、うん、こうやってカラス鳴いてる。ここだな。何どうして、どこかな。簡単だったのに。あ、お店ではさ、お姉さんにやってもらったからね。でもすぐできたはずなんだけど、なんで入らない。焦るとダメだよね。みんな試験の時とか焦らずね。一緒
症なんです。なので話が合わないんですだってだからなんか合わない人とか嫌だなとか思ったら心の中で私は白鳥なのかなんだからしょうがないわね、話が合わなくてもと背筋を伸ばして座んなように